この、 あのコロナのこの時にたくさん集まっていただいてありがとうございます。天津座の早瀬栄之丞さんです。天津座は、山本周五郎さんが大好きで、周五郎さんが大好きというか周五郎さんが天津座大好きだったんです。で、全身座に対し全身座で、ね、数えてみたら多分この人殺しを入れて19作品やってた周五郎さんの作品、これは多分全身座だけなんですね。で、周五郎さんが全身座大好きだったんで、全身座はあの自分の作品を何をやってもいいという許可を与えてくれた。つまりあのお金いらないから好きなようにやれっていうことを周五郎さんが言ってくれて、例えばあの例を言うとこの伊藤光健をやる渡来くんが真ん中出てきますね。でこの伊藤光健がそのお故障にバサッと切るようなところもあの周りでバラバラっとお侍が出てきてその光健さんをいさめようとするところを光健が怒って切るんですけど、そのバラバラっとたくさん出てお侍が出てくるっていうのを俳優のセリフといろんなものを使って、そういう音だけで表現するっていう。だから光健さんはいやってそれは切らないと似てる人は分からないんですけど、まあ、見たらパントマイムみたいな感じでやって、まあ、周りの人間がそういう風にいろんな自分の声を使い分けたり楽器を使ったりしてそういうことを全部表現していくという、まあ、そういうスタイルなんですね。あのでいろんな、十何種類かなりの大きな、大きい太鼓からいろんなあの楽器を我々がお座りながらも使っていろんな音を出していくんですけど、まあ、ちょっと今日例えこんな感じっていうので、まあ、実際はもっといろんなあるんですよ。ちょっとね手に持ってちっちゃいやつだからこれやから持ってこられるかなって持ってきたのが2つ。これなんかわかりますか？ちょっとこれ聞いてみると回すんですけど、ちょっと音聞いてるような感じ。これ何の音か分かりますか？セミで、これでセミの、まあ、実際はねちょっともうちょっと本番の時はあのここになんか色を塗ったりするのとかちょっと違ってくると思うんですけど、これをまあ、例えばこう二等光剣がもう真夏のさっきどっかに真夏のとこ書いてました、真夏のシーンを表現するのに汗だくの二等光剣が前でできて、残りの3人がこれで一斉にこのウィー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 って回すともうセミがうるさいって状況でうわーっていうのをこういうのを表現するっていう。でこれは回なんですけど、これは何の音か、これカエルなんですけど、これもこれね、これをねちょっと指の使い方を変えるとちょっと低くなったりとかね、開けるとちょっと高くなると、でこういうのでカエルのこう鳴き声をちょっと表現したりとか、まあ、まあ実際はもっといろんなこんな大きいのかちっちゃいのかいっぱい使って、あとご自宅でもできるのは味噌汁のお椀を2つひっくり返して板の上でパカパカやると不満な音とか、そういうのをやりながらお芝居が進行していくんですけど、こういうふうにやるもんですから、今さっきも言ったように何もないって、助けてもらえるものが何もないので、我々やってる人間は言ったら自分の俳優で演技とかそういうだけで物語をこう紡いでいくわけなんです。まあ、それが、大変なんですけども、逆に言うとご覧になっている皆さんの方も何にもないのを見ていただくと、あのなんていうか皆さんの想像力に委ねている芝居なんですよね。だからあのリアリズムの演劇とは真逆の作りにしてるんで、あの皆さん見てる皆さんもそういったのがこうバーッとあれあかなこうかなっていうの、例えば今のでも
あれ何の音かな、わからんなって押しで、うんで止めないで、もうちょっと想像してもらえると我々助かるというね。なんかそうやって皆さんご覧になって皆さんもこうバーッと思いっきり想像力を広げて見ていただけると、この、劇の世界観がバーッと広がっていくっていう、だからそういうのをこっちも皆さんに委ねてるし、皆さんも我々に対して想像力を持って見ていただくということで、お互いでその舞台をこう作り上げていくという、そういうスタイルの、お芝居になっているという。